皆様おはようございます。さくらブックマークスのひろみです。今回はプレゼントの時に使える基本的なリボンの結び方を紹介します。長結びの結び方の後にリボンに書いてある文字が全部上向きになる結び方を3種類紹介しますので、やりやすい方法を参考にしてみてください。結びながら文字が逆さになっていないか分かりやすくするために、文字の方向を上矢印で書いたリボンを使用します。それではまず長結びの結び方です。品物をリボンの上に置いて、左が上になるようにリボンを重ねます。左のリボンを右のリボンの下から上に通します。この時ギュッとテンションをかけてリボンの中心がずれないようにします。中心を押さえたまま手前に輪っかを作ります。上からリボンを持ってきて手前の輪っかをくるみます。持ってきたリボンをこの輪に通します。左の輪っかは手前側を、右の輪っかは奥側を引っ張るとリボンが締まります。形を調整して完成です。長結びは左上だけ裏面になります。裏表のないリボンやラッピング用の麻紐などで結ぶときに向いています。次はリボン結び丸一です。長結びを使って文字を全部上向きにしていきます。途中まで先ほどと手順は同じです。中心を押さえたまま手前に輪っかを作ります。上からリボンを持ってきたらくるっとひねります。そしてこの輪に通します。軽めに引っ張ります。左上の輪っかの文字が下向き、右下のリボンが裏面になっています。左上の輪っかと右下のリボンをそれぞれ親指と人差し指、中指の3本でつかみます。そのまま奥から手前にくるっと回します。今度は左右の輪っかとも奥側を引っ張るとリボンが締まります。形を整えて完成です。リボン結び丸2はリボンを中心で2回巻く結び方です。途中まで先ほどと手順は同じです。中心を押さえたまま手前に輪っかを作ります。上からリボンを持ってきたら手前の輪っかに2回巻きつけます。2回目に巻いたリボンを1回目に巻いたリボンの輪に通します。形を整えていきます。左右ともリボンの輪っかの奥側を引っ張るとリボンが締まります。完成です。リボン結び丸3は大きな輪っかでくるむ結び方です。途中まで先ほどと手順は同じです。中心を押さえたまま手前に輪っかを作ります。上からリボンを持ってきたら大きめの輪っかを作り、左手で押さえ直します。大きな輪っかで手前の輪っかをくるみ、この輪に通します。このリボンが二重になっているので奥から手前に回してきます。形を整えていきます。左右ともリボンの輪っかの奥側を引っ張るとリボンが締まります。完成です。今回は長結びと基本のリボンの結び方を紹介しました。次回はダブルリボンや多重リボンの結び方を紹介します。不定期ですが、今後も文具屋さんで購入できるラッピング用品や紙類などを使ってギフトの時に使えるアイデアをシェアしていきたいと思っています。
この動画が面白かった、参考になったという方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さくらブックマークスのひろみでした。